やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。イエス可能でご質問を占うコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあります。では、このコーナーのルールを説明しますね。質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてください。今見ている動画のコメント欄には書かないでね。で、一人一回二問まで。で、すべての質問に答えられるわけではないです。答えられないこともあるので、その場合オンラインサロンとかに行くこともあります。はい、本日一問目です。2B の活動が徐々に広がってきている今、旧ジャニーズに所属している方々の中に 2B に移籍したいと考えている人はどのくらいいるのか。はい。1、5人未満、20人未満、3、20人未満。4、それ以上。はい。これさ、ジュニアってどうなってんの？それも入れるの？入れない？ジュニアってどこにどう所属してんの？旧ジャニーズになるの？これ。入れないで占おうか。なんか、入れると莫大な数になりそうだからさ、所属してる、すでにデビューしてる人たちみたいなイメージでいいですかね。だよね、多分ね、そうだよね。はい、1、2、3、4。ズバッと出ました。4はないかな。20人未満。うん、10人以上20人未満。結構いそうだね。はい。3で。続いて、誕生日占いとかありますが、もし普通に出産していたら3月21日生まれだった赤ちゃんが、医者がさっさと終わらせてたくて、メスで性器を切開して3月、みんな切開されるよ。どういうことみんな、永遠切開って、ジョギって、みんな全員じゃないけど、ほぼほぼみんなされるよ。最近しないや風潮だけど。うん。だから、その表現はいらないね、多分ね。3月20日に生まれたら、はい。性格や運勢は変わってしまうのか、はい。まさかこんなところで永遠切開の話をするとは。永遠切開しないようにするために、よくね、そう、マッサージしといてねって言われて、生々しい話ですけど、娘の時は切らなかった私、自然にちょっと避けたけど、息子の時は若干切られたかな、うん、はい。でも切っても切らなくても別に変わんないよ、それ。そこはじゃなくて、陣痛促進剤とかは結構変わるけど、うん、はい。変わるか変わるか変わるか、ズバッと出ました。世界、性格や運勢は変わるか、難しいね。世界、なんか根本、その人そのものみたいなのはなんか変わんない気がするの。ただなんか外側のあれやこれやは変わりそうな気がする。なので三角、うん、その人の根源みたいな、根本みたいなのは変わらなそうだけど、細々したものは変わりそうだなって思った。三角で、はい。コールドスリープで眠ってる人は未来で回答したらちゃんと目を覚ますか。マイナス何度くらいでやるんだろうね。コールドスリープ。覚ますと思う？なんか、タンパク質がさ、変わっちゃわない？だって冷凍庫にずっと入れといたのってまずくなるじゃん、なんか。あれってなんかタンパク質がおかしくなったよね。わかんない。そのコールドスリープがどのくらい、こう、タンパク質をこう変えずにあれすんのかわかんないけど。ちゃんと目を覚ますか。ちゃんと、ズバッと出ました。目は覚ましそうだけど、ちゃんとはしてないかもしれない。なんて言ったらいいんだろう。もともとの持ってる能力とか、何？だから、例えばさ、20歳の年齢の元気さと能力とで、コールドスリープしました。はい、目が覚めました。同じ状態ですかっていうと、違うと思う。目は覚ましそうだけど、全くちょっと肉体的に違う状態とかはあり得るね。これどうしたらいい？目は覚ますか？目は覚ましそう。
まあこれも三角で。目は覚ましそうだけど、元気じゃなさそうな。続いて、ドラマ正直不動産に出ていた板垣さんがファン、事務所解雇された。これこの前占ったよね。この前占ったね。なんでかっていうのを占いました。あと、ノンさん、内前を解明してからあまり表舞台で見かけなくなり、今後のテレビで活躍するかどうか。テレビ？聞いたんですけど、テレビとかじゃなくて、何？役所関係とか、警察とか、自衛隊とか、なんかそういう硬い系の広告とか、それにめっちゃ出てるよ。らしいよ。なので、手堅く仕事はしてるっぽいぞ。テレビで見ないだけで。ちゃんとなんか、そう、硬く、目立たないところで、手堅い仕事はしているらしいよ。テレビで活躍するかどうか。テレビ。脳かなぁ。ズバッと出ました。脳で、しばらくは、ないかな。何十年経ったらまだ変わるかもしれないけどさ、しばらくはね。はい。続いて、僕が見たかった青空は握手会を実施しても CD が思うように売れず苦戦。でもなぜか表題曲で選抜制度を取っています。1、この先に2期生以降の新たな人材をオーディションしてメンバーを増員することあるかどうか。なるほど。しないかな。ズバッと言います。タワーが出てるもんね。脳で。はい。続いて、1、ドライフラワーが流行っていますが、置く場所によって運気が下がりますか？これ、前裏だったんですよ。ドライフラワーとか、生花、生きてる花以外のは運気を下げるって、そもそも。なので、置く場所うんぬんじゃなくて、下がるって出てます。です。お願いします。なので、占わない場所じゃなくて。うん。で、視力回復にマジカライは効果ありますか？ A, B, C, D。A, B, C, D。E がない。A, B, C, D, E。五択？はい。あ、探したのですが見つからなかったので質問。何で出てくるかな？花？何で出てくる？花とかで出てこないかな？占ったんですよ、そう。ごめんなさいね。マジカルアイ。死神。まあね、こういうの遺伝もあるしね。遺伝とか。いやー、ほんと、あらゆることが遺伝だなって。2、3、4、5。はい、ズバッと出ました。少しはある。と、D、人により。と、そうだな。でも、キーのカードは、厳しいよね。そうだな。でも、まあ、全く効果なし、報われないカードも出てんだ。A と D の人もいるけど、F の人もいる。だから、A、D、F にしよう。だから、人によって、少しは効果ある人もいれば、全然効果ない人もいる、みたいな。だから、なんだろうな。もう、遺伝的にさ、もう悪いですみたいな、この家系目悪いみたいな、もうどうにも我が家だよみんな悪いみたいな、どうあがいてもどうなりませんみたいな人はさ、何したって多分ダメでさ、でもそう遺伝的なものはなくって本当になんか近くばっかり見てて最近みたいな人だったら良くなるかもねみたいな、そういう話じゃない？どうあがいてもダメな人は多分ね、ダメなんだもんと思うよ、このカードの出方からして、死神とか。はい。続いて、カラフトが日本に帰ってきた場合、日本やカラフトはどうなるか。発展する。別にそのまま。あと、日本に帰ることあるか。なるほど。日本やカラフトは、これ最近似たような質問があったな、僕最近。もしこれ帰ってきたところでどうしようもなくないみたいな。なんか、深く覚えてないけど、そんな質問があった気がする。うん、まあ、あれだよね、魚取る領域は増えるよ。うん。ね。カニとか。
な、何が取れるんだ、北の海にめっちゃ取れるからね、いろいろ。そう、その辺は広まるけどさ。日本やカラフトはどうなるか。どうなるんだろうね。でも人は寒すぎて進まない気がするね。どうだろうね。日本はどうなるか。いやー、あんまり良くないかな。カラフトはどうなるか。月の逆。あー、ズバッと出ました。なるほどね。日本に帰ってきた場合、ちょっと長いので書かないけど、日本は別に発展はしない。もう、だって暗いもん、キーのカードがいいんじゃの、逆に悪魔に。仮に帰ってきても。暗いよ。で、カラフトは、なんかこう、使い道っていうか、用途が、こう、明らかになって、例えば、なんだろうね。それこそ、魚、他にある、なんか、油田が見つかるとか、わからんけど。なんか、カラフト自体は、良さそう。で、実際帰ることはあるか。ただどうね。正義。死神。ズバッと出ました。帰ってくる。なんか、難しいね。カードの出方からさ、なんかどっちつかずのロシアのものなのか日本のものなのか、なんか、共同っぽい、共同ってありえんのかな、なんか。自分で言ってて、いや、ねえだろうってこう突っ込んだんだけど、一緒にみたいな正義とか恋人とかこう対になってるカードが出てるから、なんか共に使うみたいなさ、共同開発するみたいなのはあり得るかもしれないけど、帰ってくるはないんじゃないかなって思ったら、脳で、脳っていうのか三角っていうのか、まあ脳でいいかな。うん、はい。続いて、A グループ。A グループって占ってないんだっけ？待って。A グループ。あ、占ってる。1ヶ月前に。ちょっと待って。私の記憶力に今、びっくりしちゃった。1ヶ月前に動画アップしてたと思って。あ、1ヶ月前にやってるらしいです、私。占ってるみたい。はい。びっくりしちゃった。嘘でしょ？ 1 ヶ月、2ヶ月前のこと忘れてんの、私。やだ。はい。はい、それではここで4つ宣伝させてください。まず、40歳以上に特化したマッチングサービス、マチュール、会員様増えております。無料でも占い結果を見たり検索できるので、ぜひお気軽に活用してくださいね。2つ目、結婚相談所を使いたいわっていう方は、ズバコンがおすすめです。ブライダルパートナーズさんっていうとっても成婚率の高い相談所と提携していて、私の占い付きのプランを提供しています。3つ目、オンラインサロン、玉木の人生向上委員会では、今日の過ごし方とか、習慣運勢とか、カバダス秘術ごとの相性っていうのを公開してます。4つ目、ズバッとタロット、ズバッと叶える手帳販売中です。動画概要欄からぜひご購入ください。続いて、大村知事、愛知の大村知事は、外国籍などのものも対象とした、愛知県ファミリーシップ宣誓制度を2024年4月1日から開始することを発表しました。法律の婚姻とは異なって義務の付与といった法的効力はない。対象者はパートナーをはじめ、及びその子をはじめとした近親者。利用者は行政サービスなどを活用でき、通称名を使用することが可能。この制度は愛知と日本にどのような影響を与えるのか。一枚引きでいきますね。愛知と日本にどんな影響を与えるか。ほー、ファミリー宣誓制度。なんだ？どんな悪いことが考えられるんだ？今初めて聞いたから一生懸命考えてるけど何が考えられるんだ？外国籍の人が何か悪用できちゃうとかそういうこと？行政サービスを活用できる。通称名を使用することができる。ああ、通称名ね。日本人っぽく名前を。はい。愛知県にとって恋人の逆、日本にとってマジシャン。ああ、ズバッと出ました。愛知にとっては、何か分断みたいなカードが出た。ただ日本にとっては、これなんだろう？人口が増えるとか、なんだろう？マジシャン。創造性のカード。なんかが増えるとかのカード。です。ね。で、移民による犯罪やテロ組織賛美、日本人に対する暴言や
地域での問題行動等に対して日本で抗議や批判ができなくなってしまう未来は来るのか。これ最近めっちゃ占ってるけど、テレビ局とかもなんで報道できんしないのみたいな、ね、クルド人のやつとかさやってるけど、それ恐ろしいよね。抗議や批判ができなくなってしまう。これ悪いカードだな、これは。そんな未来が来るんですか。おー、怖っ。いやー、イエスかなー。そうだなー、ツボ取れます。でも 100% ではないと思う。正義のカードも出てるから、言える場所もあるとは思う。けど、結構強めに弾圧されるっていうか、そんな感じはするね。ああ、もう、悪魔が出たらもう、正義が出てるとはいえ、なんか、イエスに近いって言っていいんじゃないかしら、イエスで。怖いね。嫌だね。1のも質問もそういうことよね、多分ね。これに関係するようなことで。続いて、化学物質過敏症について。はい。柔軟剤ね。柔軟剤。日本で1000万人いるとされている。10人に1人か。この先増えるか。増えるとしたらどのくらい増えるか。解決するか。公害問題。1、待って。1と2一気にいっちゃおうか。これは悪いカードだ。増える。悪いカードだ。うん。この先増えますか？悪いカードが出たらイエスで。死神の逆。あ、なんか、いや、良くなるかも。うん。一応出すけど。こっちは悪いんだ、でも。どういうことだ？ズバッと出ました。この先増えるか。いや、死神の逆だからそう。なんか、何か改善案でもあって、改善方法、治療なのか、人々がこう、その問題に目を向けて、良い方向に向かうのかなって思ったんだけど、うん。そうだな。うん。なんか、何か良い方向に進むんだと思うよ。なので、増えないで。だから、1、2は増えない。あ、それか、なんだろうね。そもそも人口が減少するというのもあるし、増えない。難しいね。3、解決する方向に行くか。で、4、日本も EU に続きマイクロカプセルが配合された柔軟剤などの日用品が規制される日が来るか。はい。そう。だから1番のさ、死神の逆を見たときに、あとマジシャンを見たときに、そう、なんか解決方法、それこそ3とか4みたいな、こう解決に向けた何かが進むのかしらって思ったのよ。みんなが気にし始めて。3。マジシャンの逆なの？ 4。ああ、ズバッと出ました。なるほどね。でも全体的にいいカードだな。3は、なんかね、微妙なカードなの。全員が全員ではないんだけど。いや、でも、期待したいけどな。3、でも全体的に見ていい方向に向かって到達か。3、三角で。で、4は、規制されるはされると思う。イエス。うん。なので、いい方向に向かうんじゃないかしら。はい。以上になります。じゃんけんいきます。たまきじゃんけん。じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね。バイバイ。ありがとうございます。